今日はこれです。使い込まれてますけど、これですね。ロングライフタイプのラバーのベルトを紹介したいと思います。ノーマルのベルトはすごく駆動が軽くていいんですけど、やっぱり耐久性ちょっと少し足らないので、いろんなテストを試していった結果、ちょっとこのタイプにちょっと太くなったり、サイズ感が変わったりしてて、このロングライフになったんですね。これにすることで、これもう何ヶ月も使っているベルトなんですけど、世界戦だったりやっぱり長時間走るにあたって、駆動が重くならず、少しは重くなるんですけど、そんなに重くならずに耐久性だけがアップするってことができたので、これをちょっとお勧めしたいと思います。これはですね、 IF15W でもすごく効くと思うんですね。この 15W ってレーシングコンバージョンのやつなんですけど、より負荷がかかっても、ベルトが全然舐めないっていうものなんですね。で、ずっと僕試してますけど、これはもう全然変えなくて済むので、ぜひこのロングタイプを使ってみてください。